ふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、皆さん最新のリーク情報ということでやっていこうかなと思います。皆さんここからネタバレとなってしまいますので、まあ皆さん見たくない方、この動画をそっと閉じていただければなと思います。ではやっていきましょう。まず一つ目ですね、皆さんが大好き大好き大好き、歌の復刻。いや、意外と早く復刻してきてくれたんで、めちゃめちゃ嬉しいのかなと思います。今現在新歌もいると思うんですけども、新歌も、まあ、旧歌もどちらとも正直強いです。まあ、皆さん歌を推している方、ぜひとも狙ってみてください。ですが、まあこの後超絶とかが来るので、まあ皆さんそこはね、余裕を持って引いてくださいね。まあ、お金がある方はね、バンバン引いてもいいかもしれませんが、まあ無課金の方って本当に辛いと思うんですよね。まあ自分は課金大人なんでできるんですけども、やっぱ小中高校生かな、まあやっぱそこら辺になってくると辛いかと思うので、ダイヤはね、皆さん無駄なく使っていきましょう。でさらにですけれども、まあおまけで、まあ、ウソップとかチョッパーとか、あとナミさんですね、もうこいつらも出るよっていった感じにはなってるかと思いますので、まあ皆さんこの中だったら、まあナミさんとチョッパーは手に入れといて損はないかなと思いますね。まあまずナミさんは普通に強いです。まあ、透明人間になれるのがめちゃめちゃ強いですね。でチョッパーに関しましてはサポートとして使えますので、そこがめちゃめちゃ強いかなっていった感じにはなりますね。やので、あとは皆さんがこちらを頑張って引いて当ててみてください。